皆さんこんにちは。今日は群馬県太田市にやってきました。レトロ自販機ご存知でしょうか。うどんとかそばとかトーストとかが温かい状態で食べることができる自販機なんですね。近年その姿を見る機会が減ってきましたが、昭和の時代にはドライブインが結構あって、そこでよく見る自販機だったそうなんですね。今回はそんなレトロ自販機を求めてここまでやってきました。オレンジハット沖野号店さんです。オレンジハットという看板はここ以外でもたくさんあったそうなんですね。全国にチェーン展開していたというね、記述をネットで調べるとあるんですけど、そうなんだってね、思いますよね。この看板見たことあるよという方も多いのかなと思います。いや、ついにやってきました。よくうどんそばの自販機ってその存在は知っていても、実際に買ったことって今までなかったですね。見たこと自体がなかったかもしれないですね。もう現役で利用されている自販機がこのオレンジハットの中にはたくさんあるということで、楽しみにやってきました。今日もよろしくお願いします。オレンジハットさんはもともと前橋の方で自販機自体を作られている富士電機さんと日野自動車合弁会社によって設立されたそうです。現在は本部解散しています。こちらのお店ともう一つオレンジハットあるみたいなんですけど、どちらも個人経営ということになっているんですね。ラーメンどさんことかもね、そうだって聞きますよね。もう本部は解散しているっていうね、個人経営でそれぞれのお店が頑張って営業されているということなんですね。いやー、ついにやってきました。レトロ自販機は壊れてしまうことも多いそうなので、で修理もね難しいですから、なかなか修理中となってしまうとずっと壊れたままなんていう話も聞いていたので、行った時にやってるかというね心配もありましたが、元気に営業していました。ハンバーガーとトーストとうどんそばにラーメン、すごいですね。とんでもないラインナップです。まさかこんなにいろいろな種類があるとは思っていませんでした。ラーメン、チャーシュー麺っていうのがあります。自販機ですから、どれほどのクオリティのものなのかっていうのはね、全然わからなかったんですけれども、インスタント的な感じなのかなということで挑戦してみることにしました。店内にはそれ以外にもゲーム機、パチンコ台、そして普通のね自販機、お菓子とかが買えるような自販機と飲み物が買える自販機がありました。で今ちょうどねこの後ろ側にパチンコ台があるんですけれども、地元のねお兄さん方と思われる方が楽しんでいらっしゃいました。私は、このレトロ自販機1本でちょっと今日は楽しんでいきたいなと思います。早速両替が必要なようなので使おうと思ったんですけど、両替機がね壊れていましたね。これ500円がね使えないというふうに書いてありました。レトロ自販機のため、大量にお金を入れるのもダメですよと。で500円玉もダメですよということなので、この100円玉がないとダメなんですね。こちらのお店に行く際は事前に100円玉を用意することをお勧めします。まずはトースト、こちらを注文してみました。お金を入れてボタンを押すとトースト中というね、このランプがつきます。いい味を出しているランプですよね。昭和の時代、私生きてないんで、ね、安易に懐かしいとかね言えないですけれども、その雰囲気なんとなくね感じることができます。このトングはきっと熱いので使うということなのかなと思います。焼き上がりの40秒、そろそろでしょうか。トングを手に取って出てくるのを待ちたいと思います。焼きたては熱いので気をつけて取り出してください。おお、出てくるところがちょうど見えましたね。
これそのまま触ると熱いということだと思うので、トングを利用します。ちょっと難しいですね。なんとか掴むことができました。こちらがトーストということになります。で、座るところ食べるところが用意されているのもありがたいですね。続いてラーメン行ってみましょう。通常のラーメンが350円、チャーシュー麺は400円、50円の差ということなので、せっかくですから豪華にチャーシュー麺の方を頼んでいきましょう。押してみます。出来上がりまで25秒のカウントダウンですね。早くないですか？25秒でできちゃうんですね。おそらくはね、この中もう詰まっていて温めるだけなんだとは思うんですよね。もう出来上がった状態、温めるだけっていう状態だとは思うんですけれども、25秒でできてしまうんですね。ニチレイの冷凍食品を温める自販機とかサービスエリアに、ね、あるっていうイメージなんですけど、そういうのでも1分以上かかったりしますからね。これは冷凍ではないという分いいのかなと思います。早めに出来上がります。さあ、取り出し口からチャーシュー麺やってきました。いかがでしょう？結構チャーシュー美味しそうですよね。北方ラーメンとかに出てきそうな感じのチャーシュー麺、熱く美味しそうなチャーシューが出てまいりました。もう一杯いってみましょう。天ぷらうどん、天ぷらそばというのがあります。こちらはどちらも350円で楽しむことができます。400円を入れてボタンを押してみます。こちらも25秒の調理時間ということになっているようです。50円のお釣りもちゃんと出てきましたよ。そして取り出し口の隣には割り箸や胡椒一味というものが、ね、置かれているので、まあ、親切ですよね。コロナ禍になる前はなんと無料の刻みネギも置いてあったそうなんです。すごいなと思いました。さあ、時間になりました。おお、出てきましたね。さあ、取り出したいと思います。お、天ぷら乗ってますね。こちらが天ぷらそばになります。今回はこの天ぷらそば、チャーシュー麺でトースト、これをいただいていきたいと思います。いや、すごいですね。このレトロ自販機を目の前で見れるというのも嬉しいですが、ちゃんと使えたというのもとても嬉しいです。一味使わせていただきましょう。そばには一味、胡椒はラーメンの方になるのかなと思います。まずおつゆいただいていきます。薄いなという感じがしたので少し混ぜてみました。で、混ぜると味がね、まんべんなくなるようで、ちゃんとお味しっかりしていましたよ。全体的にさっぱりしていましたね。これ運よくこの後オーナーの方でしょうか、こう入れ替えにね、自販機の中身を入れ追加するという光景を見ることができました。今回は夜にやってきたんですけれども、これで朝まで売れるだろうという数を入れ込んでいくそうなんですね。中は螺旋階段のようになっていて、そこにこのカップごと詰めるという作業をするそうなんですね。で、朝になったら売り切れるというぐらいの量も予測して入れられていました。チャーシュー麺いただいてみましょう。特にチャーシューなんかはお店で外食で出てきてもおかしくないようなチャーシューでした。で、麺もこういった時間が経っている麺というのは柔らかすぎるイメージもあったんですが、全然そんなことなかったですね。想像よりもずっと美味しいものでした。チャーシュー麺、天ぷらそば、どちらもね、これ頼んでよかったな、食べてみれてよかったなというふうに思いました。オレンジハットさんは、まあ、群馬発祥ということで、まあ、群馬県にたくさんあるっていう記述結構見るんですけれども、今 Google マップで調べると2個しか出てこないなと思ってたんですよね。それちょっと検索の仕方が悪いのかなぐらいに思ってたんですけれども、なんと2024年現在2店舗しかないそうです。もうこの沖野豪店さんともう1店舗しかないそうなんですね。これはびっくりしました。で、いつまで他の店舗あったのかなということで調べてみたんですが、
2023年とかに閉まっているっていう記述もあったんで、本当最近まさにもう現在進行形でなくなっている、消えつつある文化お店なんですね。今回訪れた沖野号店さんは有名アーティストの PV に使われていたり、 NHK の72時間という、ね、密着系のドキュメンタリー番組でも放送特集されたということで、人気の店舗ということになっているようです。私が行った時も最初は誰もいなかったんですが、食べているうちに2組3組とお客さんが入られていました。皆さんここで軽食をとってドライブの続きをされるようですね。ドライブインという形になるかと思いますので、長距離のドライバーさんとかは貴重なお店だったんじゃないかなと思います。調べる限りここ 2,3 年でも店舗がどんどん減っているということになるみたいです。でこのゴミ箱に梅雨ごと捨てていいですということになっていました。いろんなサイトとかブログ拝見したんですけれども、全国展開していたっていう言葉が散見されたの で群馬県以外にももともとはねあったのかなと思います。長野県松本の方にもあって、オレンジハットという看板が外された跡みたいなのがねあるっていう写真を見たりもしたので、群馬以外にもあったことが伺えます。いや今回はその店舗を減らしつつあるドライブイン、ゲームセンターのようなね場所になります、オレンジハット沖野号店さん、やってくることができました。今回この動画はここまで、いかがでしたか？他にもレトロ自販機だったり面白いお店ありましたら、ぜひぜひコメントなどで教えてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。